15日の B ニュースをお伝えします。 GTR 昭和町嵐混入罪の疑いで自称会社員ヤクザ容疑者を逮捕したと発表しました。調べによるとヤクザ容疑者はナギシが食べようとしていたガムを嵐入りのガムにすり替えた疑いがあるとのことです。ヤクザ容疑者は出来心でやったと供述しています。マジのみーに聞きました。それで何か商売できないかな、俺もしようと思ってたのに先にやられました。はい、9月25日のミーニューススペシャルがお伝えしました。